可愛いうちにどんどん皆さんのお手元に届けたいので、うん、どんどん紹介させていただきます、はい、でまずこの一つ目がこのセットね、はい、はい、でもう一つ、はい、こんにちは。はい、こんにちは。トロピカルガーデンです。はい、さっきまで雨降ってたけど、やんだ、うん、もしかして。そうだね。うん、はい、昨日もたくさんのご購入ありがとうございました。ありがとうございます。もう緑が、本当に何台かだけ残ってるだけです。うん、はい、はい。ね、もし、ご購入希望の方も緑しかないんですが、またこれで在庫の調整をして、一応こう予備分で一手はあるんだけど、うん、割れとかね、掛けとか検品中にあったりとか、輸送中にもそういうことがあった時のために予備では取っておいておりますが、その予備がね、また販売できそうな時は販売をさせていただきます、はい、はい、ただもうとりあえず一旦は売り切れということになります、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます、はい、今日はね、品種を間違えないように一生懸命勉強しながらしたんだけど、もしかして間違っちゃったら言い直します、はい、はい、今日は、うん、もうお買い物マラソン今日は明日でおしまいとなります、うん、実質ね、うん、明後日の夜中までなんだけど、明け方だよね、うん、明け方ですか、1時ぐらい、1時4 59分だっけ、そうなんです。で今日はポイント5倍、うん、あ、5のつく日だよね、今日25日だからね、うん、5のつく日なので、今日お買い物マラソンの中でも皆さんにぜひ狙っていただきたいお買い物をする日っていうのはゼロの日と5の日です、うん、この日ってお買い物マラソンのポイント以外に5のつく日、ゼロの日っていうのはポイントがアップ自動的にされる日です、はい、でトロピカルガーデンお買い物マラソン今回は全商品ポイントが倍なので、うん、それにプラスしてマラソンした分のポイント、うん、それから5のつく日の時はプラス5倍のポイント、はい、なので合計10倍以上のポイントがつくようになっております。はい、はい、なので今日お買い物マラソンで5のつく日初めての日かなになりますので、今日は贅沢に販売をさせていただこうと思います。はい、はい、もう春なので本当に多肉を植え付けるのにもすっごい適した時期だし、もちろんここからこう成長して色が変わっていく姿も楽しんでいける時なので、でここから次の秋までにしっかり成長をさせてあげて、しっかり根をつけさせてあげて、まあ、多少もう夏なんかバッて開いちゃうのはもう当たり前のことなので、開いた姿を見てそこからまた秋にギュッと締まった姿を楽しんでいけるようにいっぱい成長させてあげてください。はい、もう一気に気温も上がってきて、今日は雨だからまあちょっと寒めなんですが、夜とか昨日超暖かかったもんね。暖かったね、すごい暑い、夜布団の中とか暑いぐらい暖かかったよね、昨日はね、うん、暖かくなってきたので成長どんどん始めてくれると思います、はい、なのでね、到着してもうどんどん植え付けていただいてどんどん成長させてあげてください。はい、はい、で今週は今もう今日の時点でホワイトデーのセットが全てのお客様に発送が完了する予定です。ただお日にちの指定とかあと、ね、いつの指定っていうお客様以外に発送が完了しますので、到着までお待ちください、はい、はい、そしてその後は今週アイオニウムのセットをそれから発送させていただきます。でポット内のセットを販売させていただいた分ですが、ちょっと土の乾きによって大きい苗がまだ乾ききってないので、それが乾いてからなので、ね、週明けになってしまうかなっていう予定をしてます。あんまりびちょびちょの状態でこうポット内で送ってしまうとティッシュが巻けないんだね、このところにね、うん、結局ティッシュを巻いてもティッシュがびちゃびちゃになっちゃってティッシュの意味がなくなってしまうので、少しちょっと乾かして、しっかり乾かしてから発送させていただきます。お待ちください、はいはい、あとは大丈夫かな、あとは順次も発送させていただきますのでよろしくお願いします。はい、はい、で今日はラストスパートでちょっと駆け込みでいい品を販売させていただきます、はい、なんでニヤニヤしてるなんでそんなニヤニヤしてるはい、でまず1個目はクリスペートビューティーなんですが、うん、こちらはちょっとね若干小ぶりなものが残っています今現状でね、はい、小ぶりなものって言ってもすごい大きいんだけど、ね、これこの間販売させていただいた色は違うんだけどトレーに6個しか入らないような大きさです、はい、本当に大きさすっごい大きいです、大丈夫、はい、うん、大きさ見せるね、うん、小ぶりといっても20センチないか、
15センチぐらい最低でも大きさがあります、はい、ぐらいの大きさの、クリスプレートです、フリフリセットに販売した時に若干ねこう開いていたものとかね最初の時点でね開いていたものとか、うん、あとなんか形がいびつだったものとかそういうものが結構こう締まってきて綺麗な状態になってきたので、うん、販売をいたします、はいはい、でももう根っこがボーボーに生えているのでずっと保管していたのになので、うん、あのもう即植え OK、ね、即植え OK です。即植え付けてあげてください、はい、で枯れ葉こういうのをしっかり取ってあげて、まあ、取ってから送ると思いますが、うん、取ってもらって、ですごいのがねこれね見えてるね小株がすごい出ちゃってるんだよ、まあ、出てないのもあるんだけど小株が出てるのとか裏っかほらね、うん、こうやって出ちゃってるのとかあるので、うん、こういう小株ってね植え付けるときむずこっちほら螺旋状にこれも出ちゃうかもしれない、うん、あのこれ成長したら大変な大きさになると思います。大変な大きさを覚悟でご購入いただける方よろしくお願いします、はい、そしてもう花芽もねしっかり切られているので、うん、もう根に十分こうしっかり成長がいってくれると思いますので、はい、ね大丈夫かな。そんな感じでこれはね前回のフリフリセットの時に若干弾かれてしまったんですが特に傷とかがあるわけじゃなく大きな傷とかね細かな傷はもちろんどの苗にもあります。ただ大きな傷があるというのではなくて開いてしまったものが閉じてきていい状態になったのでもうメリリアンの方がもう在庫がないので単体での販売になってしまいます、はい、クリスプレートビューティー単体で今日は販売をさせていただきます。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、であとはそれから今日はねちょっとまずこっちのセットから見せようかな、うん、あのちょっとこうハウスの中見てて、まあ、寄せ植えにも使えるしあのそのまま植えてもらってもいいかなっていう感じでちょっと群生っぽい感じのものを落としてしまった。これ今写真撮影のためにこのティッシュをほぐすと、うん、今この落とした感じでバラバラになってしまいます。もともとは一つの株なんだけどわかるかな、あの輸入するときに根を全部切った状態で輸入しなくちゃいけないので、うん、こんな感じでバラけてしまいます、うん、なのでこのティッシュをほぐすとこんな感じになっています、はい、数的には 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,10 10株以上、10株って言ったらいいのかな、10本以上って言った方がいいか、うん、1つがこんな感じだとしてそれが10個ぐらい入ってるあの株だと思ってください、はい、で中にはほぐれてないのもあると思うんですが、うん、これ開けてしまうとほぐれてしまうのであのこの状態で送らせていただきます、はいね、ただこう隙間からしっかり検品はさせていただいて傷んでないのを確認して発送はさせていただきますのでその辺はご安心ください、はいはい、なのでちょっとだけこの辺破ってこう検品したりしてるので少し破けたりはしてますがこの状態で基本送らせていただきます、はい、でこれがまずレッドベリーです、うん、レッドベリーこんだけのボリュームのレッドベリーこの数です、うん、はいこのレッドベリーと、はい、それからこれファンタジーだよね。今さ手に持っててさチラッと見えたらなんか芋虫みたいな数のブレスレットかなってこれこういうことね、うん、こういうふうなことね、うん、そうあれ狛江星舞乙女舞乙女だよね、うん、そうだ舞乙女数珠星じゃないよね、うん、数珠星だったらこうなるのにねファンタジー ねファンタジーです舞乙女の錦でねそうですでこれすごいボイ一株がこれなこれさこっちに来たての初期の頃めっちゃ高くなかった何万円だったよね、うん、うん万円だったよね今でもこんだけ立派な株ってなかなかないと思います、うん、これみんなこんな感じですこの株が特にボリュームがあるから見せてるんじゃなくてあこれは2つだ、うん、そういうことだね、うん、違ったよなんかちょっと芋虫っぽいね大きな声で言えないけどねこんな株です、はい、でこのボリュームのあるこの株と、うん、あとそれからこのメビナすごいね、これ何色だいすこれね、ちょっと待って、もう一個持ってくるね、うん、2、3個、2、3個持ってきましたこんな感じ、うん、なんかね、これちょっと前に黄金メビナ錦って販売させていただいた黄色みが強い方の錦だと思うで、分かりやすいようにこの錦がすごい綺麗に出てるのを黄色だっていうのが分かりやすいように持ってきました、うん、で、こんな感じみんな錦はしっかり入っています、もちろんね、うん、こんな感じです錦の黄色みがすっごいすごい綺麗だなと思って、うん、でこれも群生になってるので、うん、あのほぐして分けて植えていただいてもいいしこんだけの群生なのでもちろんそのまま群生で植え付けていただいて大丈夫です、うん、ね、であまりにもちょっと今日はこの3つ可愛かったのでこの3つをセットで販売させていただきます、
何セットだよ、これは。これは何だろうな何かな、何セット、うん、でも超お得にしようかなと思ってます、うん、お買い得なセットにしようと思ってます、うん、何セットがいい、もりもりセットもりもりセットでいい、うん、いい、うん、3点もりもりセットで、はい、かわいいよね、うん、もうレッドベリーなんか寄せ植えにどんどん入れてもらってもいいし、うん、あの数珠干しもね切って寄せ植えに隙間に入れてもらってもいいし、単体でそのままね一鉢に育ててこうパチパチ切って寄せ植えに使っ て、ね、うん、そうとりあえずこれ植え付けてもらって、うん、頭だけどんどん寄せ植えに使ってもらってもいいし、これもそう、あのどんどんね端から寄せ植えに使ってもらってもいいし、うん、あのもっと豪華にあのボリュームアップさせていただいてもいいと思います、はい、でまずはこの3点で1セットを今日販売させていただきます、はい、でもう一つ販売したいものがあって、うん、もうね、今日はね苗が可愛いので可愛いうちにどんどん皆さんのお手元に届けたいので、うん、どんどん紹介させていただきます、はい、でまずこの一つ目がこのセットね、はい、はい、でもう一つがこれ今三角形に向かっているこのセットです。これ今11苗ここにあるんですが、うん、11苗で1セットで販売をさせていただこうと思っています、はい、で色味と形とあとタイプをバランスを見てちょっと持ってきました、うん、品種は固定？品種は固定です、はい、もう必ずこの苗が入ります、はいはい、じゃあ品種名付き？品種名付きですもちろん、はい、なので一つずつ品種名を言っていきます、はい、まずこれゴールドフィッシュ、はい、このベビーフィンガーみたいなんだけど、うん、ベビーフィンガーよりも色味がすごく強いです、はい、そして爪がしっかりついています、はい、これがゴールドフィッシュです、はい、定規ちょっと当てといていい？うん、ここにあるよ。して当てときます、うん、こんな感じです。で次がこれ、これがアップガール。アップガール、アップガール、焼きさんもここで比較しようか。こんな感じで、これ結構この中で大きめの苗です。だいたい8センチぐらいあるかね、うん、アップガールです。はい、はい、で次がピンクロック。これがピンクロック、もっとねこれねちょっと前までもっとピンク色をしてました。色がだんだんちょっと焦ってきちゃって水色っぽくなってますが、うん、めちゃくちゃピンクロックです。これはなんかめちゃくちゃピンクロックって言うとおかしいけどピンクロックね、はい、それからエジュリスマキシム、これだ、エジュリスマキシム、すごい名前じゃない、うん、エジュリスマキシム、これこんな小ぶりなんだけどちょっと紅白です。ちょっとお高めな苗です、はい、紫色でこあのすごい中心のところが真紫に今色がなってます、はい、ね、エディリスマキシム。で次が、ブルーラバー。これすごいかっこいい、ブルーラバーすっごいこれかっこいいなと思った、うん、これも紫系の品種です。葉の裏側が黒いんかね。そう、ね、裏は黒いけど表から見るとすっごい紫感があってすっごい綺麗、ブルーラバーです。はい、はい、でそれから次がちょっと待ってね、次がシークレットクイーン。シークレットクイーンです。シークレットガーデンってなって、うん、あシークレットだっけ、うん、シークレットガーデンもあったんだね。これはシークレットクイーンです。すっごい、なんか爪がちょっとかっこいい感じなんだよね、うん、なんか柔らかそうな葉っぱをしてるくせに爪がすっごいかっこいい品種です。結構葉も固めな品種です、はい、うん、ちょっと青っぽいのも欲しいなと思って。でもねこれ紅葉するとこのエッジ見てもらうと分かるけど赤いエッジがしっかり出てくれます、はい、ね、色が冷めてちょっと青くなってきてしまってます。それから次がハイク、はい、かっこよくないこれ、うん、あのなんかなんだろうな、短いエボニーみたいな、うん、ね、エボニーの交配種なんだけど、うん、あのハイクっていう名前です、はい、色がいいね、うん、いいよね、うん、あと竹が詰まってる感じがすっごいかっこいいなと思って、うん、硬い系アガボ系です、はい、ハイクね、これは違う。で次がこれ、あれ、あ、これだ、うん、モンロー Q、 名前が可愛いでしょモンローに Q、 モンローにアルファベットの Q ね、あのね、赤みがほんのりあって青みもあってちょっとこの中で言ったらオレンジが強い系になるのでオレンジ系入れたかったのでモンロー Q を入れました。はい、はい、で次がブラックスワン。これはかっこいいなと思って、ブラックスワン、うん、ね、ブラックスワンです。もう皆さんおなじみのブラックスワンなんですが、竹も詰まってて形もすごい整っているのでいいなと思ったんでこれ組み込ませていただきました、はい、
で次がピンクブロッサムだよね。あ、違う、ごめん、ピーチブロッサムだ。ピーチブロッサム、ピンクブロッサムじゃない、ピーチブロッサムの方です。もう春なのでブロッサム系でちょっと行かせていただきます。はい、ピーチブロッサムね。で、あの葉の感じはこんな感じ、エッジが出てて裏にちょっと筋も入ってるのを見ると、何の後輩なのかな。可愛いよねこれ ね。で爪もしっかりしてて、見たことあるよね。でもこのあるある、あれなんかこの種類ある、後輩を聞いたら、うん、あーってなるパターンだよね。モラリンじゃないし、なんだろうね、すごい可愛いなと思って、うん、ピーチブロッサム、なんか名前よりもちょっと見た目が強そうな感じだよね。うん、でもピーチブロッサムね、これはね、うん、で次がこれ、これがインゴット。名前がかっこよくない？インゴットだよ、うん、どうする。でこれね、まあ、これも今回入れようと思ったの、この肉厚の葉っぱと、うん、ちょっと紫系にはなっちゃうんだけど、ちょっとでっぷりした感じ、このすごいこれがしっかりしてて可愛いなと思って、うん、ね、すっごいこれこの中で一番大きいかなっていう感じです、うん、これとこれかな、そうだね、大きい感じはね、こんな感じ、うん、ね、すっごい可愛いよね。で今回この 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 種類をワンセットにして販売させていただきます、はい、でもう品種が固定なのでこれが必ず入ります、はい、で今日さっきまで実は雨が降ってたんだよ、うん、で雨が降ってたからね、ちょっと気分を晴れ晴れさせるためにもう一枚追加したいなと思ってて、うん、ちょうどねいい名前の見つけたの、スプリングレイン、春のそうそう、そう、ちょうど雨が降ってたからこれを合言葉を入れていただいて、一苗サービスで12苗でお送りさせていただこうかと思います。はい、12苗だよ、うん、めちゃくちゃ豪華でしょ。そうだ ね。どれも本来単品販売をしようかなと思ってた苗なので、でもなんかこの春なのでやっぱりこう何から買っていいっていうのが分かんなかったりとか、どれも迷っちゃうっていう自分もそうだから、なのでこう最初から組み合わさってれば、まあ、自分の好きも広がるんじゃないかなって。結構自分の好みって出ちゃうから、買う時って皆さん同じようなものを買ってしまうと思うんです、うん、けどこうセット系で初めてこう自分で買わないような種類を育ててみると、実はその種類すごい好みだったっていうのって見つかるんだよね、うん、結構言うよねみんなね。そうなんだよ、結構こう柔らかいものが好きだったっていう方も、あと紫系があんま好きじゃないっていう方も、育ててみると年間を通してすっごい可愛さが分かると思います、うん、あとアガボケ、これって結構女性の方があんまり好んでくれないっていうのがあるんだけど、育てると本当に可愛いです、アガボイデス系って、うん、このエボニーとかって。自分なんかもう最初からこういう系が好きだったからもうずっと好きなんだけど、ぜひねこの可愛さを、かっこよさと可愛さを皆さんに伝えたいなっていうのもあって、これは1個入れさせていただきました、うん、もう可愛いと思うんだけど女性受けもいいんじゃないかなと思う、こんだけ葉が詰まってるからね、丈がね。なのでこの今日はサービス品を入れて12個のセットで販売させていただきます、はい、でお値段は半額以下です、おそらくトータルで考えると、はい、単品で買うことを考えればね。そうです、はい、そうだね、半額以下だね、はい、やばい、はい、そんな感じで今日は12台でワンセットになりますので、合言葉、はい、今日は雨が降ってたから雨、うん、雨です。こっちは特に合言葉がないです、うん、これはもう在庫がある限り販売させていただきますので、よろしくお願いします、はい、どちらもとんでもない破格で最後攻めようと思ってます、はいはい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そんな感じです、はい、今日はこの3個、うん、フリースペースも更新します。フリースペース単品ね、うんうん、この辺にもこうずっと並べてあるんだけど、すっごい可愛いんだよ。可愛いよね、うん、クリスペートね。あのね、多分クリスペートを初めて育てられる方でもすごく育てやすいです、クリスペートって、うん、そしてあとこれだけの大きさのものがもう今後入荷はないです、うん、なのでこれで最後に大きさはなると思います。でもう少し小ぶりなものは結構入荷できるんだけど、やっぱり大きいものってすごくこう重量があるので空輸するのも大変だし、輸送の時に傷がつくリスクっていうのもすごくあるので、なかなかあんま大きいものって入荷させたくないんだよね、うん、なのでこれでね、であと
検査を受けたりとかするのもすごい大変な、大きいと荷物の量が多いからね、うん、なので今回でこの大きいのがあんまり販売できなくなると思いますので、これ最後で販売をさせていただきます。この特大サイズはね、うん、またいいのがあったらわかんないけど、もうこれ以上大きいのってあんまないよね、もうね、うん、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、こんな感じかな。はい、大丈夫。うん、うん、じゃあ今日は、うん、もりもりセットと、もりもりセットと、もりもりセットと、この12種類のセット、うん、それからクリスペットビューティー販売いたします。はい、めっちゃ可愛いと思うけど、これこんなすごいのなかなか買えないと思うので、うん、皆さんこれ絶対お買い逃しないようにした方がいいと思います、どちらもね、うん、多分これ自分でこの今から販売する値段でこの3つがセットになってたりとか、あとこっちもそうだけど販売してたら絶対買います、うん、それぐらいかなりお得です、はい、もう春だからもうぜひこう多肉を始めるのにもすっごい適した時期なので、うん、結構夏から始めると夏の暑さにやられて嫌になっちゃったりするんだけど、春からこうしっかり始めて多肉をねまだ始められてない方も始めてあげて、やっぱりその環境に馴染ませてあげて、そして夏を越して秋の綺麗な紅葉を見てほしいなと思ってます、はい、春って一番始めやすい時期なので、うん、ぜひねまだ寄せ植え系しか始めてないっていう方もこんな感じのセットで始めやすいと思うので、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そんな感じです。はい、大丈夫。もうあと江南大阪まで何日ですか。明日が火曜日、うん、水木金曜日にはもう、もうでこっち出るからね、向こうにいるからね、うん、だから火水木あと4、え、火水木あと3日、4日後には出るってことだね。4日後には向こうにもいるもんね。もういる、うん、ああそれはすごい大忙しだ。もう今苗の準備をどんどんしているので、うん、水曜日に商品の紹介、持っていく苗の紹介どんどんします。はい、本当は今日からと思ったんだけど、まだお買い物マラソンで楽しみたいので大丈夫よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあそんな感じで大丈夫。でもこういうセット系の苗は単品では今回もセットにしたものはとりあえず販売はしないので、うん、これはこれでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ大丈夫かな。はい、はい、じゃあなんだよ今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、よろしければ、はい、チャンネル登録と、はい、高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。